はい、次にシーディットローインですね。鍛える位置はちょうど肩甲骨の内側が鍛えられます。で、まずこれもシートの設定の仕方から大事になってきます。まず座った時にこちらのバーの位置が伸ばしてもなるべく届かない位置に設定します。でもあまり遠すぎてしまうとこれ戻す時に非常に大変になるので、少し伸ばした時にこの指とここのグリップの位置が届くか届かないかのところに設定します。で、次にシートの位置です。こちら持って引っ張った時にできればこの肘の位置がちょうど肩甲骨の下に来るぐらい、前から見るとこのグリップの位置がちょうど溝落ちに来るぐらいですね。この位置に設定します。でまずグリップをしっかり握っていただいたときに、これもですね、これ包み込んで握るんですけど、あまりがっちり握りすぎないこと、これも腕に力が入ってしまうので、できればソフトに握っていただく。でもソフトといっても、これ指でかけてしまうと肩に刺激が来てしまうので、できれば手のひらで包み込むような感じで握ります。で、座ったときにしっかり姿勢を正して骨盤を立てて、で足もですね、この位置ができれば鋭角じゃなくて90度に設定します。90度です。で、このまま胸を張り肩を下げ後ろ肘で引きます。ゆっくり戻して少し肩甲骨の間を軽くだけ広げたら胸を張り肩を下げ後ろ肘を引きます。最後にこのグリップの位置ができればオーバーグリップじゃなくて、こちらパラレルグリップといって手のひらと手のひらが向かい合わせのグリップにすることによって肩甲骨がより安くなってきます。